甲府か。夏に宝刀も悪くないな。ショウスケチャンネル。皆さん、ボアノイジー、どうもショウスケです。さあ、本日もやってまいりました。試合前日恒例 FC 東京の試合スタメン予想してみたのお時間でございます。さあ、というわけで、さあ、今週結構ハードだね。この暑い中に試合ってきついと思うよ。あっ、まあけど、まあ三冠取るためにここは気に入ってないからいきましょう。てなわけで、今回の対戦相手はこちら、バン。ということで、今週のゲーム2つですね。まず1つ目、8月14日水曜日19時キックオフ、天皇杯 JFA 第99回全国サッカー選手権大会3回戦、ヴァンフォーレ甲府戦は山梨中銀スタジアムで行われます。そして2つ目、8月17日土曜日19時キックオフ、明治安田生命 J1 リーグ第23節、サンフレッチェ広島戦は我らがホーム味の素スタジアムで行われます。ということで、さあ、今回まずこの1つ目の、バンフォーレ甲府戦の予想をさせていただきたいと思います。いや、これ行きたかったなマジ。中銀超好きなんだよね。ていうか、僕ここ23区の一番端なんですけど、こっから車で行っても高速使えば2時間かかんないんじゃない。で、下道で行っても、まあ、せいぜい3時間ぐらいで着く距離なんですけど、ただね、山梨はいいよ。空気うめえし、飯うめえし、ほうとう食いてえし。この時期ほうとうはなんか季節外れか。てなわけで、ヴァンフォーレ甲府戦の予想スタメンでございます。予想スタメン、こうさせていただきました。バン。ということで、天皇杯3回戦ヴァンフォーレ甲府戦の予想スタメン、こうさせていただきました。まあ、この間土曜日の仙台戦から10人変えました。で、橋本選手は今回スタメン入りにさせていただいております。あとはまあ大きく変えてますね。で、まあ、岡田選手がスタメン復帰で、まあ、サンフォと大森選手をスタメンに置いて、まあ、今回高橋選手がスタメンで来るんじゃないかと予想しました。で、サブはこんな感じですね。まあ、林選手、森重選手、高木選手で、東選手、三田選手、原選手、永井選手と、まあ、こういう風にさせていただいて、まあ、何かあった時の永井選手、何かあった時三田選手、東選手とかしてね、まあ、やっていければ一番いいのかなと思うんですけどもね。でね、まあ、原選手、今回僕ベンチ入り予想させていただいたんですけども、まあ J3 で調子いいですからね、ここでやっぱり見せてもらわないと。やっぱり太一、俺超期待してっから。この間アンダー見に行けなかったけど、ごめんね。いやね、そう、この間アンダー見に行けなかったのはね、結構前に言われるんですよ。俺だって体きついっつーの。さあ、てなわけで、今回もね、 FC 東京から、注目選手1人、ヴァンフォーレ甲府から要注意選手1人、それぞれ選ばさせていただいております。まず注目選手こちら、バン、ミッドフィルダーズ番号45番、アルトゥールシルバ選手ね。今回の右サイドの、まあ、ディフェンダーとして、まあ、予想させていただいてるんですけども、松本山形のね、トレーニングマッチの時右サイド入って、まあ、そこまで悪くはない。まあ、ただちょっと攻撃に走ることあるかなと思いきや、しっかりと守備にも入ることができていたんで、まあ、今回右サイドバックでね、ある程度あるんじゃないかなと僕予想させていただきました。そして、ヴァンフォーレ甲府のファン、サポーターの皆さん、大変長らくお待ちいたしました。今回のヴァンフォーレ甲府、要注意選手、もうこの人しかいないよ、もう。バン。フォワード、背番号9番、ピーター・ウタカ選手ということで、もうね、まあ、FC 東京ファンサポーター皆さんもご存知のうたちゃんでございますね。もうほんと、おととしか、よしとさんが行った年のシーズン、チームタイのね、8ゴール決めてね、まあ、なんとか残留に貢献してくれたうたかでございますけども、まあ、やっぱりね、決定力非常に高い選手です。まあ、ただね、走る、まあ、そのランニングスピードに関しては、トップギアまで入るのに少し時間がかかるんで、そこはまあ注意していけばいいのかなというふうに思いますけども、トップスピードに入ってね、やっぱり足元の技術もうまいんで、で、元 J の、ね、得点王っていうのもあるんで、もう非常に怖い選手ですからね。今回、ウタカを要注意にさせていただきました。で、ウタちゃんお久しぶりです。
もうね、俺ね、豊のことはね、ずっと忘れてないよ。うん。多分ね、俺、豊かに日本持ってんの。この後ろ、この長野の日本の後ろに隠れてんだけど、豊ちゃんは本当にね、面倒見のいいお兄さんみたいな感じ。うん。笑顔もすごく素敵だし。で、本当もうね、確か足のスピードはそこまでね、って感じなのよ。うん。リッピーと一緒に走ったりとか、ジャッキーと走ったりしてるの見てたけど、本当ね、最後の最後まで付き合ってくるいいお兄さん的なね、存在なんでね。本当だからこそ僕は豊選手を要注意にさせていただきました。豊ちゃん、本当ゴール決めたら許さないと言わないけど、ね、けど FC 東京からね、要注意に挙げられた約数名のうち一人はね、レッドカードで退場してるから、歌ちゃんすごくないけどね、ほんといい人だから。でね、できたらね、まあ無理はせよ、今回ベンチ入りに予想させてもらってるんでね、あ、無理は入ってねえわ、ベンチ入りしてねえわ。いやね、もうこれみたいね、これねえ、てなわけで歌か選手も頑張ってください。てなわけでさ、このメンバーからどう途中交代予想しますか、こう予想させていただきました。バンということで、バンフォーレ甲府戦の途中交代を用させていただきました。まずは、ナサンホ選手に代えて高木選手、でジャイル選手に代えて永井選手で、田川選手に代えて原選手を予想させていただきました。でこの中でやっぱり一番データがないのは多分大地だと思うの。確かにアンダーの試合出てるけれども、多分そこまで甲府の人たちそこまで多分太一要注意してないと思うから。ただ原太一はすごいよ。アンダーの試合でシュート練習見てるんだけど、基本的にシュートがブレてんだよね。太一のシュートは本当に素晴らしいぐらいブレてるから、本当ミドルレンジのシュートも打てる、で高さもあるし、で低めのシュートに対してもしっかりと対応ができるっていうね、うん、素晴らしい選手ですからね。はい。でやっぱりで今回ゴール前を守る旗の選手、この選手も本当に期待しててね、本当にゴーの、ムードメーカー的なね役割もあったり、あとそのなんつうんだろうな、これまでその低いボールに活かしだろうって思われてる部分もあったと思うんですけど、本当今シーズンアンダーでね非常にいい活躍をしてるんでね、僕は今回旗の選手、しっかりゴール前を守ってくるんじゃないかと思います。というわけで今週のゲームの一つ目、8月14日水曜日19時キックオフ、天皇杯 JFA 第99回全国サッカー選手権大会3回戦バンフォーレ甲府戦は、山梨中銀スタジアムで行われます。で天皇杯なんですけども、まあこれからではもちろん4回戦準々決勝準決勝決勝になるんですけども、まあ一番ここでまあ甲府と当たれるのはありがたいかなと思います。で攻撃力もあるし、豊がいたりね、で守備も悪くないで、今シーズン今 J2 で7位かな、うん、ちょっとプレーオフの1個下圏外にいるんですけども、今シーズン J2 強いからね。うん、俺たち FC 東京が J2 にいたのが2011年じゃない、確か。あの頃にも格段と強くなってるからね、うん、本当もうレベルの差はないです J1 と。なのでもう、J2 と当たるって意識を持ってる人たちは多分痛い目になります。落とす可能性もあります。だからたかが甲府サイド甲府なのよ。もともと甲府何年も J1 にいたチームだから FC 東京の癖とかよく分かってると思うし、ましてや今 J2 で7位なわけですから、本当非常に強いチーム、まあ、もちろんその上のチームもあるけどね、柏とか山形とかありますけども、うん、そんな中で甲府が当たれるっていうのは非常にいいことだと思うんで、でこれさらにね、勝って調子上げてリーグとかね、またその後ルヴァンもありますからね、みんなで、一つになって、勝利をつかむことができればいいなと思います。てなわけで私ショスケ Twitter、Instagram、TikTok、 そしてゲーム配信のミラティブショスケゲームとショスケゲームセカンド、こちらあります。最近ちょっとセカンドやってないんだけどね、まあ、ちょっと白猫のイベント等もありますんで、結構頑張ってミラティブやってます。もうミラティブ外でも白猫めっちゃやってんだけど、なんとか今日明日中にはイベント終わらせます。頑張ります。そしてあと、このミラティブのゲーム動画をダウンロードして、そしてうまく編集してね、動画にしてる
YouTube の新しいチャンネル、翔助ゲームチャンネル、そしてブログのアメーバ箱7つありますんで、皆さんね、ぜひ、翔助ゲームのチャンネル登録と、あとね、各 SNS の、フォローの方もよろしくお願いいたします。全部僕のね、あのチャンネルの、概要欄に、リンク貼ってありますんで、よろしくお願いします。そして、もう一つ忘れちゃいけないのが、8月23日金曜日、僕のね、あの僕がずっと長く応援している、クロチューブさんっていうね、YouTuber の方、まあ、ミュージシャンなんですけども、このクロチューブさんが、ライブに出ます。8月23日浦和ナルシスですね。そちらの方はですね、あのこの動画の最後にそのライブの、あの詳細の、あの動画の方載せておきますんで、そちらの方から、ご確認の方よろしくお願いします。それでは、それではじゃないわ、てなわけでね、さあまあ宇多かか宇多かを幼稚に投げてくるか、お金もいたろ石原勝也とかいねえわね。石原勝也、あの甲府の石原和也よく知ってんなと思ったら高評価、そこ高評価ね。甲府といったら石原直樹だねと思ってね、甲府だと甲府といったら石原直樹だよねと思ったら高評価。そしてまあ他にもいろんな動画上げてますんでね、ぜひ皆さんチャンネル登録もよろしくお願いします。それでは今回の動画は以上にしたいと思います。皆様最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。それでは皆さん甲府行かれるから気をつけていってください。あてまーす。ご視聴ありがとうございました。 Twitter やミネタビの URL は概要欄へ Go、 新チャンネルは左のアイコンをポチ、皆さんチャンネル登録フォローよろしくね。